自分の家のカップでこの動物飼ってるところに行くね。あ、飼ってる。あ、すごい。あ、飼えてるの？ここフェンスドアだからドアみたいにカチャって開けて逃がせるの。そうか。まだ飛べないからここに閉じ込む。まだ飛べないからペットとして使ってる。あ、ペットで使って。で、これがうちの家。あ、紹介して。中身にはダイヤモンド富士のトーテム、作業台、なんだっけ、重宝台とベッドがある。そしてここから敵が来たら望める。そしてうちの方には3人の学生がいる。3人？マンティアコス、マンティアコス、マンティアコス、魔女カジキ、エリマキとかっていうやつで、その3人のバッグ。バッグ？1つ2つ3つ3つ。まずマンティアコスが黄色、エンマキトカゲが青色、バジョウカジキが緑色。ね、バジョウカジキは海に生きてるやつだから海もちゃんと設置してる。でもね、ここねすごい安全。そう？襲われない壁があって。でね、あのね、このバッグはね、ここに置いて、一番端っこに置く。よく使わないからね。そして、ここにいるのが学生と。まず、ここ？まず1階にいるやつらは、全員、一番上が怖いやつら。こっち？うん。ただ、ジョークを言う授業だって。今みんな先生が授業してる。ここはみんな死んでる。笑いすぎて。笑いすぎてみんな死んじゃったの？そして一番上はすごい怖い人。あ、怖がってるの？怖いところで今みんな集まって怖がってる。あ、そうなの。こっちは？こっちは？こっちがみんなジョークを言って死にそうになってるところ。嫌なやり方だな。そして2階はここの真ん中から落ちるところが怖がってる人。一番上は高いところから向かってる。おかしいことなってるけど。先生、トイレ行ってきます。まあ、いいですよ、早く寝てください。変な顔になっちゃった。失速してる。一回も死にそう。先生、トイレ行ってきます。いいですよ。それしやばい。あ、じゃあバイバイね。バイバイ。